別にそのまま帰れたのに。まだ鼻血止まってないし、落ち着くまでゆっくりしていってください。狭いとこで申し訳ないですけど。でも親子ですね。遥もよく鼻血出すんです。何か考え事したり煮詰まったりすると特に。京子さん、遥を船越の家から連れ出して申し訳ございませんでした。ずっと謝りに行くこともしなかった不義理も、俺が好きになってしまって、遥がそれに応えてくれて嬉しかった。俺が何かあってくじけそうになった時、不思議と遥といると力が湧いてくるんです。もっと頑張れるって。ずっとそばで笑っていてほしい人です。心から愛しています。マリン来て。とても許してとは言えない。はるかと出会えてこんなにも幸せで楽しくて、ただそれだけ。知っていてもらえたら俺は嬉しいです。コアパパ、見て見て、ダンゴムシ。お、後で逃がしてやれよ。はーい。いや、くすぐったい。僕のシコッペなの。貸してよ。いいよ。古い天井、畳、レースのカーテン、網戸。ここが今あの子の住むところ。ここが遥の家。ここに遥が住んで。京子さん、俺足りないものとか子供たちと一緒に買い出し行ってくるんで、少し出ますね。すぐ戻って。許すも何もあなたのせいとは思ってない。あの子が自分で選んだことだから。康介さん、遥をあまり尻に敷かないでやってくれないか。あの子とても繊細だから。あいつそんな玉じゃないっすよ。ああ見えて結構ずぶといというか、やるときはやるし、やっぱアルファなんだなーって。強引なときは強引だし、でもまあ優しいかな、やっぱ。あ、そう、あの子は優しくて、優しすぎて。ありがとう康介さん。あの子が、はるかが笑って過ごせる場所にしてくれて。息子夫婦ののろけ聞いたら眠くなった。ああ、京子母さん、大丈夫？寝てて。早めに休憩取れたから、晩ご飯仕込みに帰ったんだ。康介たちは？
買い出しに行った。そう。なんて格好してるんだ。似合ってるでしょ、作業着。全然。なんだそれ。これ、コウスケのお母さんに教えてもらったんだ。いろんなメーカーのルーを混ぜるんだ。この配合が一番好きだって。彼の好きな味を食べてほしいから。また息子夫婦ののろけ。あ、こっちの鍋は子供用の甘いの。こっちは大人用の辛いの。こっちは、はい、おじいや。私は別に病人じゃない。でも疲れてそうだったからお腹に優しいものがいいかなって。お、僕が作ったもの食べるの、いや、むくむく食べる。一回だけ京子母さんが作ってくれたカレー覚えてる。すごく苦くて辛くて、すごく美味しかった。僕は僕のやり方で家族を守りたいんだ。美味しいってご飯を食べてくれたり、ふかふかの布団で眠ったり、手をつないで公園で遊んだり、そうやってみんなが笑っていられるように支えたい。京子母さんの大木みたいな強さはなくても、しおれそうになっても何度でも立ち上がる、そういう強さを僕は康介から教えてもらったんだ。彼と暮らすことが僕の幸せなんだ。これからもずっと彼を支えていきたい。母さんに認めてほしいとは言えない。船越の家を、京子母さんの期待を裏切って飛び出した僕にそういう資格はない。ただ、僕と康介とマリンと陽介は家族として楽しくやってる。それだけ知っていてほしい。こんな幸せもあるんだって教えてもらったんだ。たったそれだけの話。やっと話せた。やっと。やっと僕の話を聞いてもらえた。あなたたちは同じようなことを言うんだな。ずっと負い目があった。壊してばかりだったから、私は。だから近寄らないようにしてた。あなたに、あなたの大切なものに。はるかがアルファじゃなかったら、私ももっと。今は、アルファでよかったと思ってる。僕と京子母さんは生き方は違っても、つがいを思う気持ちはきっと同じだから。今回も見てくれてありがとう。
チャンネル登録もよろしくお願いします。次でもう最終回なんだよな。マリンと陽介も寂しがってます。最後まで俺たち家族のこと見守っていてくれよな。うん、よろしくお願いします。